小樽市にある工場で85年前から長靴を作り続けている第一ゴム。鋭いスチールピンが埋め込まれた冬用の長靴は、小樽の急な坂道も何のその。お、これ怖くないですよ。本当すごい、クックって止めてくれる。そんな第一ゴムがツルツル路面に負けないと開発したのが、じゃん、こちら自分の靴に簡単につけることができます。冬用の長靴と同じスチールピンが片足20本ずつつけられた携帯用の滑り止めスパイク D グリップス。自分が持っている靴にわずか20秒ほどで装着することができます。開発のきっかけは観光地小樽ならではの理由がありました。本州や海外の観光客の方々がやはり夏靴などで北海道に来た時に転んだり怪我されたりというケースがありますので、安心して北海道の旅行を楽しんでいただけるように開発しました。確かにスニーカーでツルツル路面を歩いてみると、おっと、危ねえ。いや、夏靴は無理ですよ、そりゃ。同じスニーカーに滑り止めスパイクを装着。果たしてその実力は。お、滑らない。すごいすごい、氷にしっかりピンが噛みつく感じがあります。小走りならできる。この冬は4000個製造し、すでに売り切れになった色もあるという D グリップス。道内60店舗のセコーマートや東急ハンズなどで買うことができます。